セブンプラザは、かつて、山形県山形市七日町に存在した複合商業施設である。本校では、2014年まで、セブンプラザを所有していた山形、中央開発株式会社についても記述する。1974年6月に開業。山形市の中心市街地である七日町で営業をしていた、5階建てのビルであった。 建物のビルは1956年に完成したもので、かつては百貨店のマルキューが入居していた。松坂屋との業務提携を開始に伴い1973年に場所を移転。マルキューは土地の活用を目的に1973年11月に山形中央開発が設立され、翌年にセブンプラザとして再オープンした。セブンプラザは、 開業時当初山形県はもちろん東北地方では初めての本格的なファッションビルとして注目され、主に女性向けファッションテナントが数多く入居していたほか、フォーラムシネマネットワークが手掛けたニスクリーンの映画館、ヌーベルフォーラムが5階に入居していた。セブンプラザも立地するなのか、頂上店街の中心となる商業施設として活性化していった。 1980年代前半までは経営は順調であり、1981年12月期は3億3268万円の売上があった。しかし、1980年代後半以降は、再開発ビル、a g 七日町の開業、日山形店のビブレ転換、大英のテナントビル化などにより、七日町をはじめとした。 中心市街地同士での客の奪い合いが加速した。山形市郊外への4モールの出店や仙台市への消費人口の流出などが重なり、経営は悪化。これによりてなんとの入退店が繰り返されるようになった。2000年代に入ってからは、売り上げの低下が加速したと同時に、不動産取得に伴う多額の負債を抱えるなどして、財務状況も悪化していった。このため、 山形中央開発は2009年11月にアークとアーク7日町パーキングプラザの不動産を他社へ譲渡するなどして債務の圧縮を図ろうとしたが2013年12月期の売上は約1億円にまで低下山形中央開発は2014年9月にセブンプラザの不動産を他社へ売却したと同時に事業を停止した山形中央開発は 事業停止の半年後である2015年3月9日に関連会社である七日町パーキングプラザとマリエルと共に山形地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。負債総額は山形中央開発が約28億4000万円で3社合計の負債総額は約37億9900万円となっている。マリエルの営業権は 破産手続き開始決定前に他社へ譲渡されている。山形中央開発と七日町パーキングプラザは同年10月26日に法人格が消滅した。2010年代に入り、7日、超商店街活性化のための七日町大後ブロック南地区の再開発事業計画が持ち出された。これについて、地権者との協議が行われ、 その結果、セブンプラザと隣接するビルを解体することが2016年に公表された。その後、セブンプラザは2017年7月31日に全フロアの営業を終了し、閉業となった。テナントの一つだった100円ショップのキャンディガーズ7日町に移転するなど、一部テナントは他の場所での営業を開始したが、営業を完全に停止したテナントもある。 2016年のビル解体の告知と同時に、低層階に商業施設が入る高層マンションに建て替えることが告知されており、2018年4月よりビルの解体工事が行われている。マンションの名称は、デュオヒルズ山形カマ町ターに決定。2020年度末の完成を目指し、現在工事が進められている。1990年の映画館、消えた。 映画館の記憶を参照した。静岡県浜松市にある映画館、シネマイーラとは、無関係。ABCDEFGHIJKLMN、チームソニックレーシング速報山形中央開発他2社、東京商工リサーチ2015年3月18日、ABCDEFGHIJKL 等産、同行記事山形中央開発株式会社など3社、 帝国データバンク2015年3月18日、山形県全国都道府県別 SC 一覧、データ。一般社団法人日本ショッピングセンター協会。2019年8月29日閲覧。ABC、山形セブンプラザ、再開発で解体へ引く、再開発に期待かける7日町。都市商業研究所。 https://toshoken.com スラッシュニューススラッシュ74082019年8月30日閲覧。フォーラムシネマネットワークについて。フォーラムシネマネットワーク。2019年11月21日閲覧。日本映画制作者連盟配給部会。映画年間1990年版別冊映画館。名簿時事映画通信社 1989年、セッピア色の風景帳、第32回映画館、山形コミュニティ新聞、https www.yamacomi.com スラッシュ,<ッ>ュ 2133.html2019 年11月21日閲覧。山形中央開発株式会社国税庁、 法人番号公表サイト株式会社7日町パーキングプラザ国税庁法人番号公表サイトセブンプラザ解体へ高層マンションに建て替え山形山形毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20160903/gdl//k06/020/081000C2019 年8月30日閲覧ブンプラザ各フロア店舗の移転閉店情報ンプラザ2019年 <music> 11月21日閲覧 山形市なぬ町、再開発事業が本格化建物の解体工事進む。山形新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.msn.com スラッシュ ja-jp スラッシュニューススラッシュナショナルスラッシュ山形市なぬ町、再開発事業が本格化引く、建物の解体工事進む。ある BBSZWV72019 年8月30日。 閲覧、山形中央開発に関するカテゴリー、ありがとうございます。